皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ミニチューブです。今日はですね、普段皆さんが、特にエンジンルーム内から、下にかけて、作業をされる際ですね、ゴーグルもしくはこちらに見ている手袋等をですね、使用して作業すると思うんですが、うっかりですね、あ、これぐらいいいよって手でやっちゃって、指に、怪我をして出血をした場合ですね、消毒剤皆さん使われるとおそらく思うんですが、ご使用する際に傷口にこうやっていきなり垂らす人、後日は菌が中に入るのでダメらしいんですね。じゃあどうすればいいかというと、まずですね、こうキャップを開きます。そして一滴垂らします。一滴垂らしてこの付近の菌をまず除菌してやります。そして垂らしてあげる。でこれまた上に上げると菌がまだ戻ってしまう可能性があるので、下向けたまま垂らしてもう一度垂らすとさらに良いかと思います。そして傷口の処理をして、悪化する場合は病院へ行ったらいいと思います。最近はだんだんと、お話しするネタがですね、変わったり、あっち向いたりこっち向いたりしてますが、当初の私の目標ですね、正直普段自由に使えるお金が少ないし、節約の生活を主に送っているので、YouTube でいただいたお金でですね、ホイールであったりその他パーツをですね、ちょこちょこと買っていきたいと思っているんですが、昔別の他業、昔の、何て言ったかな、当時は副業って言ってましたね、今は他業って言うらしいんですけど、その時になんか、あ、他業ができるから買っちゃえなんか言って買っちゃって、何十万円するものを買って失敗したことがあったので、自分としての目的、目標、それと、いついつまでにとかいうか、もう今ですね、今を、目標にしてですね、動画をアップしております。余談ではありましたが、以上、ミエチューブでした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。